はい、こんにちは、ココミちゃん。実装されてしばらくは、というか海外掲示板もずっとココミちゃんなので、似ている話題が続いてしまって申し訳ないな。こんばんは、今回はちょっと違う内容になりそうですが、さすがにそこまでしてる日本人見たことないぞって感じの話題ですね。月酔い祭で、なんか新しい話題で盛り上がることを期待しておりますぞ。それでは、今回の本編へ行きましょう。声優さんへの嫌がらせはやめてください。ココミの性能について嫌がらせを受けていたので、ココミの声優はそうせざるを得ませんでした。役者のせいではありません。いい加減にしてください。はい、一応海外ニュースとして紹介したんですが、ココミちゃんの声優さんが嫌がらせを受けたという話です。なんかそのまま読むのもあれなんで、かいつまんで読むんですが、中国の産後宮心海の声優さんであるグイニアング氏が、ライブストリーミング中に嫌がらせコメントを受け、グイニアング氏は、深刻すぎて手に負えなくなったため、ストリームチャットを制限しました。というものです。ちなみに、産後宮心海の性能が低すぎるから、嫌がらせをしてやろうというのが動機と言われています。性格悪すぎるでしょ。それから、過去にも似たような事件が起きており、2.1 の公式ライブ配信で、主人公のソラ役の英語版の声優さんが、特定のコミュニティメンバーから、多くの憎悪のスパムを受け取ったという事件があります。で、その時の 2.1 の配信の話題なんですが、英語版での声優陣が放送に参加しています。この時の配信で、視聴者の一部は声優陣の盛り上がりがあまりにもわざとらしく、ハラカミというゲームへの興味が薄すぎると感じたようです。まあ、声優さんだからってそのゲームに興味がある必要は必須条件ではないよね。そうなんだよね。興味がある方がもちろん望ましいけど、ハラカミみたいにオンラインソシャゲなんだから、突っかかるような必要はないと思うんだよね。でも、海外では声優さんはそのゲームについて全て知っているに違いないって思っているらしい。さらに、原神のアップデートの内容にある程度干渉できると思っているらしい。海外の声優像やばいな。で、空の声優のザックさんですが、コミュニティとの対応に疲れてしまっているようです。そして、このような言葉を残しました。悔しいですね。声優は、自分が出演しているプロジェクトのことを全て知っているわけではありません。私たちはベストを尽くして仕事をしている普通の人です。特に英語版の声優に対しては、私たちの仕事を勝手に決めつけられてます。解明できないことがたくさんあります。でも、精神的には疲れますね。はい、ということで海外の声優さんが、キャラクターの性能や生配信での対応の仕方とかで嫌がらせを受けているって話でした。声優さんも大変だね。日本だと声優さんを崇める者的な存在だからな。ということでこのことに関する海外の反応を紹介していきましょう。今回の件、働いている企業や会社の判断で、小売店の従業員に嫌な態度を取るバカがいるのと同じ考え方です。文字通り、自分の仕事をしているだけなのに、権利を主張するクソ野郎たちがやってくる。まさにその通りだと思います。被害者も加害者も本当に悲しい。彼らはおそらく、愛や注意を書いているのでしょう。あいつらは脳みそが足りないんだよ。また起きてしまったんですね。謝罪主義者、言い訳がましい人たちがこの記事に駆けつけて、いつものようにいやいや嫌がらせは悪いことだけど、私たちには関係ないことだというのが待ち遠しいです。声優の人たちに嫌がらせをしたりするような人たちは、みんな、クソったれで、人生の選択を真剣に考え直すべきだと思います。どうしてそのような態度を取るのですか？そのゲームが1年間存在しただけで、十分な無料アイテムを与えてくれないから？ココミがヒーラーだからとか？嫌がらせをするという考えがどれほどおかしなことか、彼らは考えもしなかったのでしょうか？正直なところ、本当に悲しいことです。このような経験をした人々、特に自分の仕事を普通にしている労働者を気の毒に思います。よくあることだし、これを投稿しても何にもならないというコメントを目にしましたが、実際のところはどうなのでしょうか？このようなことに立ち向かわなければなりません。このゲームにはキッズが多すぎるんだ。このような事件の話正直言って、とても迷惑です。ココミちゃんはただのクソキャラなのに。私を含めたココミヘイバーは、自分たちが納得して楽しんでいる。ヘイバーがどうしても日本語だとしっくりした表現がなかった。くだらないココミ愛好家的なニュアンス、ちょっと表現難しい。納得して楽しんでいるのに、ココミを使っているだけで、嫌がらせを受けています。彼らが、ミホヨに八つ当たりしないのは、基本的に手の届かない存在だからです。彼らは、私たちの意見にも耳を傾けてくれないので、否定的な意見がコミュニティで広がってしまうのです。匿名のコミュニティで嫌がらせをするのはよくあることですが、
実際に実在する人物をターゲットにするのは、とてもひどいことです。そのキャラクターが好きではなく、使用しないのであれば、なぜ起こるのでしょうか？すべてのガチャを引くことを強制されているわけではないので、損はありません。傍観者のマザコン連中は、いつも一番に悪口を言っている。このようなキーボード活動家はかなり非常識です。はい、できるだけ訳したんですが、伝わりにくくなってたらすみません。ニュアンス自体はわかるんだけど、日本語でじっくり見るとちょっと変だなってなってしまった。感想的なのちょくちょく挟んでたので軽く言います。陰で悪口とか言うのは仕方ないと思うことなんですが、実際に仕事をこなしてくださっている声優さんに直接向かって、個人を攻撃するのは良くないと思います。しかも、今回は完全に想像というか、決めつけで、声優さんは何でも知ってるはずだろ？どうしてココミの性能をこれで許した？というのは、かなり悪質だなって思いました。まあ、声優さんはあくまでも役者さんなので、ミホヨ内部の人って考えるのはちょっと違うかなって思いました。ちょっと語弊あったらすまんな。はい、残りの尺は、もう一つ、あっさりした話題を紹介します。私は、原神には祝福しか課金していなかったプレイヤーなのですが、誕生日のお祝いをすべて裸神に捧げることにしました。そこで、私はこれまでずっと使ってきた国勢のために、万願結録を引こうと決めてガチャを回すことにしました。そして、2回ココミのモチーフを出した後、万願結録が確定というところまで行ったのですが、私は、大変なことに気づいてしまいました。なんと、命定む値を設定し忘れていたのです。私はそこで自暴自棄になり万願結録が出るまで引いたのですが、結局ココミモチーフは4枚も出てしまいました。残った原石を他に回そうと思っていたのですが、原石が全く残りませんでした。ああ、私はなんて愚かな人間だったんでしょうか。はい、ということで武器ガチャの酩酊をし忘れて、結局無気になってガチャを引いたという話ですね。これは、辛すぎますね。そして、酩酊は次回のガチャに回せないので、そのあたりも注意するべきかもね。霊夢さんは原神でなんか最悪の秘宝を取ってしまったことあるんですか？自分は、何回かリア友とエイペックスしてたら朝5時過ぎてデイリーをし忘れたことかな。部の人には割とあるあるかもしれん。さあ、どうなんでしょうね。皆さんも原神でやらかしたこととかあったら、よかったらコメントで教えてくださいね。はい、ということでまとめ、前半に声優への嫌がらせについて、後半に原神で最悪の出来事的な感じの動画でした。どちらも、思ったこと、感じたことのコメントをお待ちしております。なかなかすごい話でしたね。はい、ということで今回はここまでになります。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。まとめ死ぬほど雑だったが、さようならだー。